皆さん、こんにちは。アフタービートミュージックスクールギター講師の滝沢でございます。今回の動画は、コルグさんの新製品、ミクストンプで遊んでみようみたいな感じで、1本目の動画では音をつらつら鳴らして遊んでみましたが、この2本目の動画では、もう少し具体的な使い方について皆様にご紹介させていただこうかなと思います。使い方というよりも、歌詞の設定の仕方という感じですね。自分が作った歌詞とか言葉をそのミクストンプに設定をすることができるんですけれども、それがちょっと癖があるというか、ちょっとややこしい感じなんですよ。なので、実機を持っているけれども、なんかやり方がよくわからなかったという方はちらほらいらっしゃるかと思うんですが、この動画を参考にしていただいて、ぜひ自分の歌詞をミクさんに認識させていただければという感じです。まず、必ず必要になるのが iPhone と、この Lyric for Mix Stomp という iPhone 専用アプリケーションでございます。現在、Android バージョンは多分ないと思うんですけれども、これは今後に期待という感じですね。で、アプリをダウンロードして画面を開くと、アプリを開くとこんな画面になります。で、右上のこのタップ、プラスボタンをタップすると、新規ファイル作成という感じで歌詞を入力する画面になります。で、ここで、お肉大好きとか入力したりとか、なんか自分の歌詞とか言葉を入力していってください。基本的に漢字とか、アルファベットとかなしで、基本的にひらがなで入力をしていきましょう。漢字とか入ると、ミクさんが混乱してしまうので、ひらがなで書いていきます。で、ここからまたバババババッと、その何千文字と認識させることができるので、書きたい方はどん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 書いていただいて大丈夫です。今回はお肉大好きで終わりにしましょうか。こちらの終了ボタンをタップして、認識をさせていきます。でも、ところがどっこい、ところがどっこい。Bluetooth とかもないし、なんか接続ケーブルとか USB ポートとかあるわけでもないのに、さあ、どうやって設定するのさとなると思うんですけれども、ちょっと面白いのが、音を使って認識させていくんですよ。この iPhone が信号を音として発信します。単純に音は鳴るんです。ピーって。で、その音をギターに聞かせて、ギターからミクストンプに流して歌詞を設定していくというような方法をとっています。ちょっと面白いですよね。どうしようかな。まずやってみましょうか。まずやってみます。実際に。この僕が書いたお肉大好きという歌詞をですね、ミクさんに覚えさせたいと思います。ちょっと耳障りな音がしますが、気にしないでください。完了です。これでミクさんはお肉大好きという言葉を覚えてくれました。鳴らしてみましょう。そんなにお肉大好きと熱弁されてもちょっと困っちゃう感じですけども。こんな感じでございます。どうしようかな。ちょっと気をつけるところをいくつか踏まえながら、実際の手順を探っていってみましょうか。まず最初、第1ステップとして、このつまみをプリセットじゃないや、フレーズ1か2か3のどれかに設定します。このそれぞれ電源を切っても、これはデータは残っているんですけれども、常に上書きされる状態になりますので、大事なデータを消さないように気をつけてください。どれでも別に構わないという方は、どれでも構わないです。とりあえず、じゃあ1に設定しましょう。で、この沸騰スイッチを長押しします。ギャーッと。で、こんな感じで、この両方のランプがこうゆっくり点滅していれば、ミクさんがよっしゃ、来いやと言ってくれている状態になります。で、この iPhone 側のこのトランスミットというボタンを押して、3、2、1となると、さっきのピーっていうちょっと耳障りな信号が鳴って、音声を認識することができると。そんな感じになります。この右下の歯車ボタンを押しますと、こんな感じでイヤーピースとスピーカーと選べるようになっているんですけれども、イヤーピースはこの受話口のことです。で、スピーカーはここからスピーカーを使って音を鳴らすというモードになるという感じですね。
イヤーピースで別に大丈夫だと思うんですけれども、もしこのイヤーピースを使って認識できなかった場合は、音量が小さい可能性もあるので、スピーカーを使って認識させると良いかなと思います。ただ、普通にシングルコイルのストラトでも全然十分認識できるので、スピーカーを使うときってあんまりないと思うんですけれども、まあ、すっごい出力の小さいピックアップとかを使っている場合は、スピーカーも試してみてください。とりあえずまたイヤーピースでいきます。閉じる。そして、その次は、トランスミットを押して音を鳴らしていくわけですね。で、ギター側の気をつけたいポイントとしては、ボリュームをちゃんと忘れずにマックスにすることです。そして、ピックアップを選んだら、そのピックアップに受話口を近づけるということです。ここから音が鳴るので、この音が鳴る場所をここにこうくっつけてあげるという感じです。このセレクターがリアになってたりとかすると、全然音が聞こえなくなってしまうので、フロントに設定したならば、フロントでちゃんと音を鳴らしてあげるようにしましょう。で、まあ、別に多分どっちでもいいと思うんですけれども、説明書っぽいところにはフロントで書いてあったので、フロントで毎回やるようにしております。で、iPhone をこうあまり押し付けすぎると、これまたノイズの原因になってしまうので、ちゃんとこうミュートをしながら、しっかりとピックアップにこの信号を流せると良いかなと思います。では、やってみましょう。トランスミットボタンを押して、3、2、1。あ、これ失敗パターンです。失敗パターン。あかん、あかん、あかんっていう感じでランプが点灯してるじゃないですか。これは失敗パターンです。ちょっともう一回やってみます。長押しして、ミクさんが、バッチコイヤー、バッチコイヤーと言ってくれてます。電池が少なくなってたりとか、何かしらの問題があったりとかすると、この点滅がすぐに終わってしまうので、そのときは何かしら問題があるのかなと思ってください。再起動とかでもいいと思いますし、電池の残量確認とかでもいいと思います。接続を確認とか。で、こんな感じでゆっくり点滅しているときは、こっちは正常なので、トランスミットボタンを押して、また音を聞かせていきます。こんな感じで、OK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  っていうふうにこう点滅してくれているのが、正常で終了した感じです。まあ、またお肉大好きで設定しちゃったので。まあ、変わらないんですけれども、他の言葉も言ってみましょうか。例えば、こんなのとか。あ、失敗。もう一回。ちょっと早かったですね。いや、そういう問題じゃない。ボリュームが上がってません。そういうミスをしないように気をつけてください。お、来た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 。OK、OK、OK、OK と点滅してくれたら OK です。まあ、こんな感じになるわけです。こんな感じです。そのノイズが入ったりとかして、そのノイズを音声として認識してしまうと、もう歌詞がずれてきてしまうので、この辺かなりシビアにノイズ対策をしなければいけないんですけど、まあ、うまくいけば。あ、失敗した。こんな感じになります。もし失敗したら、このつまみをどっかにずらして、もう一回このフレーズ1に戻せば。まあ、こんな感じでやり直すことができます。で、その次に気をつけた方がいいこととしては、iPhone のこの歌詞の設定って感じですかね。お、結構動画長くなってきましたね。例えば、うん、10分超えてしまったか。よかった、2本に分けて。例えば、
例えばですけども、こんな感じの歌詞があったとします。歌ってみるとすると、さっきからずっとメールの履歴何度も眺めては、まあ、こんな感じの歌があったとします。で、これをそのままこっちの iPhone に入力すると、いくつか問題が出てきてしまうんですよ。それがどこかといいますと、まずこの小さい図ですね。この小さい図は、なしにするか、普通にこのスタッカートする感じで小さい図を演出するか、それともさっきみたいに、さっきからみたいな感じで、もう言葉として、あを入れたほうが自然な場合、小さい図ではなく、あに置き換えたほうがいいかと思います。で、その次、さっきからずっと、ここもうですね。とめ、ここもめ、え。で、カタカナではなくて、ひらがなで。こんな感じでやったほうが、自然に聞こえるかなと思います。で、何度も眺めては、これ。意外と難しい。難しいというか気づかない。これだとミクさんは、眺めてはって言っちゃうんですよ。眺めてはじゃなくて、眺めてはって言ってほしいので、ここはちゃんとはで設定をするという感じです。他にはなかったっけかな。あ、そうだ。で、その後、普通に歌詞を書くと。こんな感じの歌詞があったとします。普通に歌ってみると。ベッドに転がり思わずため息あ君に会いたいな、まあ、こんな感じの歌だったとします。で、修正するところとしてはまずこのカタカナのところですよね。小さい「つ」を使わずに、もう「ベッド」にしてしまうとか、もしくは「ベド」ですね。ベッドにっていう感じでアクセントを使って、アクセントじゃないか、スタッカートを使って演出をすると、どっちかです。ちょっとメロによると思うんですけども。ベッドに転がり思わずため息あ。で、こういうところ、あが続くところ、一つ一つのこのああで音を認識させればいいんですけれども、スライドを使うとその一文字としてカウントをするので、二文字でいくのか、それとも一文字でいくのか、この辺をちょっとシビアに考えたほうがいいかなと思います。で、あ、君に会いたいな。ここのところもそうですね。な、あっていう二文字でいくのか、それともな、あでそのまま伸ばしてしまうのか。で、いろいろこうやり方が変わってくる感じでしょうか。なんかちょっと使い方を間違えてる気もするんですけども、僕が。まあ、でも、なんかこれがヒントになって何かしら皆さんのそのクリエイティブな活動に参考になればいいんですが。僕はなんか普通にすごく至極まっとうにこの初音ミクさんに歌っていただくことを考えてやってみてるんですけども、ちょっとこの歌詞を聞かせてみます。設定します。オッケー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 、よしやってみましょう。ではわで、で、ここでそのスライドを使って、わあと設定をすると、あを入れてもいいですし、わの場合、一文字の場合はそのまま伸ばしてスライドでやると。こんな感じ。そうすると一文字としてカウントしてくれると。で、
うん、普通にむずい。まあ、そんな感じでございます。こういうことに気をつけていけば、結構自然にミクさんを歌わせることができるかなという感じでしょうか。あと、あれだな。今日とか、後半の方で、今日、も、ね、む、れ、そう、う、に、みたいな感じの曲、あ、歌詞が出すじゃないですか。今日も眠れそうにないや、みたいな歌なんですけれども、この今日、うにしてしまうと、意外とこのうが違和感あったりとかするので、今日、おの方が自然だったりとかします。まあ、その辺はちょっと実際にミクさんに認識をさせていただいて、試行錯誤していただくと皆さんも発見するかと思うんですが、まあ、とりあえずそんな感じでしょうか。そのミクさんの本体の注意点、そしてギター本体の注意点、その iPhone の注意点、それぞれいろいろご紹介させていただきましたけれども、その辺を踏まえていただいて、ぜひミクストップライフ、ミクストンプライフ、エンジョイしていただければなという感じでございます。それではまた違う動画でお会いいたしましょう。さようなら。うふふふふふ。本当はここでそのボーカロイド的な曲をやった方がいいんですよね。なんか普通にそのボーカロイド的な曲を全然知らないので、普通にうちのバンドの曲でやってしまいましたが、また機会がありましたらお会いしましょう。さようなら。